こんばんは、戦国どうでしょうでございます。女城主直虎第42回、長篠に立てる策。まあ自分も楽しんで見てたんですが、ですね、飛び鳥山砦奇襲戦、まあいわゆる飛び鳥山砦の戦いというのは、まあ直虎本編では描かれていませんでした。で、今回ちょっとその中で面白いエピソードがあるので、この戦国どうでしょうの中でご紹介したいなと思います。取り上げたい人物がいるんです。この方です。はい、この戸田半平、もしくは戸田半平重幸という方なんですが、この方がですね、めっちゃくちゃ面白いんですよ。で、何をやったか、まあ、飛鳥山砦での戦いというのは、まあ、インターネット等で調べていただければ出てくる話ではありますので、まあ、詳しく説明するのはここでは避けたいんですが、まあ、いわゆる長篠城を攻略するために武田軍が作った付け城、まあ、いわゆる砦ですねを、酒井忠次軍が夜襲をかけると。で、この時に織田信長によって金森長近の鉄砲隊が500名ほど貸し出されているなんていう記述もあって、すごい大兵力で、まあ、長篠城の背後を、まあ、長篠城を攻めている敵の背後を突くという形にはなるんでしょうが、これ実は野戦なんです。まあ、いわゆる夜戦うと。で、これもちろん当然ながら隠密行動ですので敵にバレちゃいけないということで、この一過戦に参加した方の大半は旗差し物を控えると、いわゆる目立つ行動は控えろということだったんですけど、実はこれが後ですごい大きく響くことになります。実際飛鳥山砦の戦いどうだったかというとですね、飛鳥山砦を破っの砦に攻略に入った際にですね、一番乗りと叫んで入った方が2名見えました。まあ記述によっては何名か出てきちゃうんですが、今回は2名ということにしておきます。1人目が天野宗次郎という方ですね。こっちの宗次郎じゃないですよ。もう一人が戸田半平、まあ、今回ご紹介をさせていただく人物になるんですが、の2人が一番乗りと叫んで飛鳥山砦に入ったそうです。ただですね、旗から見たらというか、その現場にいるとですね、どっからどう見ても天野さんの方が早かったと。つまり戸田半平は一番乗りではなかったんですね。ただこの2人には大きな違いがありました。天野さんは旗差し物がなかったんです。で、もう一人の戸田半平はどんな旗差しも、実は旗差し物をつけてたんです。どんな旗差し物をつけてたかというと、銀のシャレ神戸。これが旗差し物という表現なので、旗なのかそれともまあ造形したものなのかはちょっとわからないんですが、その銀のシャレ神戸の旗差し物、絵はですねちょっと出てるんですが、こんな感じです。これ、この絵だともう本当に銀のシャレ神戸の絵、旗差し物をつけてるんですが、これをつけてたことによって人目について戸田半平が一番乗りというふうに決まるわけですね。つまり幼稚だからといって旗差し物を控えた人と空気読まなかった人で、空気読まなかった人が一番手柄になっちゃうわけです。また指してる旗差し物がいいじゃないですか、銀のシャレ神戸だなんて。シャレ神戸ってあれですよ、ドクロですけどね。はい、で、まあこんな話が出てます。旗差し物がなかったから、差し物が目立たなかったので噂にならなかったので、いかなる出陣にも差し物はつけるように心得よというふうに松平家忠も伝えているというような形で、やっぱり目立つのがいいみたいですね。ということで、今宵のどうでしょうは戸田半平という人物ですね。まあ、絶対大河ドラマじゃ出てこないですし、やってもですねきっと3話ぐらいしかなくなっちゃうので尺がないですからね。ドラマでもほぼ出てこない人物だと思います。こんな人物もいたんだよということで、皆さんの一つ記憶に留めておいていただければなと思います。ということで、今宵のどうでしょうはこれまででございます。